皆さんごきげんよう、ゆっくり霊夢です。どうも、ゆっくり魔理沙だぜ。このチャンネルでは、主に技術面から兵器の解説をしているよ。今回のテーマは何だい？ P51 マスタングだよ。出た、超メジャー機式だな。対戦機の中で、最優秀と言われている戦闘機だね。やっぱりかっこいいぜ。そうだよね。でも P51 ほど最初は期待されてなくて、大化けした戦闘機はないよね。まあ、D 型はかっこいいけど最初のタイプはなんかやぼったいよな。P51 の開発の経緯とか、ノースアメリカン社の社長とか設計技師とか、興味深い話がたくさんあるよね。明治誕生までにいろんな紆余曲折があるんだよな。そんな P51 の開発から各タイプや装備品まで、何回かに分けて詳しく見ていくよ。シリーズ化するのかな？まずは開発の経緯からだよ。お願いします。P51 の開発の経緯だけど、1940年4月にイギリスの使節団がノースアメリカン社に、カーチス社の P40 の下請け生産を依頼したところから始まるよね。当時のイギリスはドイツとの戦いで苦戦していて、とにかく多くの戦闘機が欲しかったんだよな。そうそう、でもノースアメリカン社は P40 の生産をする代わりに、自社で新型戦闘機を開発することを提案するんだよ。しかも120日でね。戦闘機作ったことないのに、すげえ大風呂敷を広げたもんだぜ。でもイギリスはこの話に乗ったんだよな。そして、約束通り120日で完成させたんだよ。これが後に大化けして、最優秀と呼ばれる戦闘機になるんだな。両端からコマみたいな話だけど、やっぱり元々の設計が優れていたからだね。戦闘機開発するのが初めてなのに、よくこんな短期間でやれたもんだな。なぜそんな短期間で、新型戦闘機を開発できたのかというと、ノースアメリカン社の社長キンデルバーガーは、その2年前に欧州を視察していたんだ。そしてドイツのメッサーシュミット社、イギリスのスーパーマリン社の両方を見学したんだよ。特にメッサーシュミット BF109 の構造とか、生産の方法に感銘を受けたみたいだけどね。スピットファイアとメッサーシュミット両方の生産工場を見学って、なかなかできないよな。この欧州視察で、次は戦闘機を開発することを決めていて、設計技師であるエドガー・シュミードと相談して P40 の下請け生産を断り、代わりに新型戦闘機を開発する提案をしたんだよ。ちょうど戦闘機を開発しようとしていたところに、下請けの話が来たんだな。当時のノースアメリカン社はまだまだ新興メーカーで、練習機と爆撃機 B25 を開発したくらいだったから、120日で作るというハッタリをかますしかなかったんじゃないかな。そこまでして戦闘機開発しなくても、普通に P40 の下請け生産をやれば、かなり稼げたんじゃね？そうだね。普通は P40 の下請け生産ができるとなれば、ラッキーとか思うよね。でも、この社長のプライドがそれを許さなかったんだよ。この時すでに、ある程度の構想があったから、120日で作るとかいうハッタリをかますことができたんじゃないかな。それにしても、よくイギリスの使節団を納得させたよな。やっぱりプレゼン力がすごかったんじゃないかな。次は、その社長について解説するよ。キンデルバーガーは、1895年5月ウェストバージニア州生まれで、第一次大戦時には、陸軍航空隊でパイロットの教官をやっていたよ。自分でも飛行機飛ばせたんだ。戦後、航空業界での仕事をしようと決めて、1920年には、マーチン社で主任設計者となっていたんだ。1930年には、ダグラス社の副社長兼主任技術者として DC-1、DC-2 の開発をしていたよ。そして1934年に、ノースアメリカン社の社長として就任するんだよ。現場から叩き上げの技師が、航空会社の社長となったんだ。やっぱりただものじゃないな。キャリアアップぶりがすごいよね。そして早速、軍の練習機を受注することに成功したんだ。それがノースアメリカン BT-9 だよ。さすがだね。交渉術なんかに長けていたんだな。こんな社長だから、カーチスの P40 なんか作らされるのは、屈辱的だと思ったんだね。次に P51 を設計した、エドガー・シュムードについて解説するね。シュムードは、1899年ドイツの地方都市、ツバイブリュッケン郊外で生まれたよ。母親はドイツ人だけど、父親がオーストリア人だったので、国籍は、オーストリアだったみたいだけどね。8歳の時に初めて飛行機を見た時から、将来の仕事にすると決めていたみたいだよ。少年の飛行機への憧れかー。その後、シュムードは独学で機械工学を身につけて、小さなエンジン工場で見習い技術者となったよ。
そこで才能を発揮して、いくつかのエンジン部品を開発して特許まで取っているんだ。大した実力だな。仕事の合間には、航空工学を独学で勉強していたそうだよ。そして1925年にブラジルに渡るんだよ。大戦後のドイツは不況で仕事がなかったし、航空機製造が禁止されたことに絶望したみたいだね。でもなんでブラジルなんだよ。シュムードの兄二人がブラジルで司会をやっていたから、兄を頼ったんじゃないかな。実は、父親も司会という司会一家だったんだよ。そんな中で、飛行機作りたいと思っていたのか。家族の中では、変わり者だったのかな。そうだね。この時結婚していたけれど、嫁をドイツに残してくるくらいだしね。ブラジルでは、サンパウロのジェネラルモータースの支店で技術者として働いていたよ。1931年ここでの働きが認められて、いよいよアメリカに渡れるんだよ。アメリカに渡ったシュムードは、GM 傘下のフォッカー社のアメリカ支社、アトランティックエアクラフトコーポレーションで働き始めるよ。ついに飛行機作りの夢が叶うんだな。でも本格的に航空機開発に関わるのが、30歳過ぎからだというのも驚きだな。しかもほぼ独学だしね。現場での実務で、技術をどんどん身につけていったんだな。まさに天才肌の技術者だぜ。そして1933年にこの会社は、同じく GM 傘下のノースアメリカン社と合併したんだよ。いよいよやり手社長のキンデルバーガーと出会うんだな。でもね、シュムードはノースアメリカン社を離れて、ベランカ航空という会社に移るんだよ。なんでよ。それはね、1935年にノースアメリカン社が東部メリーランド州からカリフォルニア州に移転することになった時に、彼の妻ルイーザが引っ越すのを嫌がったからだよ。だから地元の会社に移ったというのか？なんだかなぁ。ルイーザは、西海岸に引っ越すと祖国ドイツに帰れなくなるんじゃないかと思ったみたいだね。当時は西海岸から東海岸まで移動するのも大変だっただろうけどね。でもベランカ社が肌に合わなかったみたいなのと、なんとかルイーザを説得して、カリフォルニアに引っ越すことになったよ。嫁さんも折れたんだな。ところが、車で引っ越しをしていた時に、交通事故に遭ってしまうんだ。シュムードは大怪我を負ったものの、一命は取り留めたよ。でも妻のルイーザは、死亡してしまったんだよ。なんてこったぁ。失意のうちにノースアメリカン社で仕事を始めて、最初は、XB21 の前部重座の設計を担当したよ。まあ、リハビリを兼ねていたのかもね。その後、B25 の設計をして、これは正式採用されて大量生産されたよ。独学から始めて、B25 の設計ができるようになっただけでも、ある意味すごいけどな。この後、ついに P51 の設計をすることになるよ。ここまでのまとめだけど、まず、イギリスの使節団がノースアメリカン社に P40 の下請け生産を頼みに来たのを断って、逆に新型戦闘機開発を提案して、受け入れさせたのがミラクルだね。他の会社だと、普通に P40 の下請け生産をやっていたのかな。そしてその時に、社長のキンデルバーガーと設計技師のシュムードがノースアメリカン社で出会っていたのも、何かの運命のような感じだね。シュムードなんかドイツから回り回ってノースアメリカン社にたどり着いたからな。交通事故でも生き延びたし。やっぱり、シュムードのような天才的な設計技師がいたのが大きいよね。いろんな運命の歯車が、がっちりと噛み合って生まれた戦闘機だな。開発が始まるまででも、結構ドラマチックだね。でもさらなるミラクルが起きないと、あれだけの傑作機にはならなかっただろうけどね。そうだな。せいぜいそこそこ使えた地味な戦闘機で終わっていたよな。というわけで、ご視聴ありがとうございました。次回からは、P51 の初期のタイプの解説とイギリスアメリカでの評価を解説するよ。エンジンや機体や武装などの装備品も含めての解説になる予定だよ。例によって、感想とか補足とか指摘とかあったらよろしくね。これからも兵器の技術的な側面に焦点を当てた解説をする予定だよ。よかったらチャンネル登録よろしく。また次回も、ゆっくりしていってね。